イングランドジャーナルオブメディスンなんですけど、まあそれをダウンロードするの超時間かかるっていうね。やっぱ論文はもうアーカイブが一番使えるなる。まあ正確ではないにしろ、なんかテレビみたいな、もうちょっと適当だけど、もうものすごい量があるで。あれで、まあ、僕の動画もそういうのがいいんですけど、まあ、そういうので朝9時ぐらいから行って、なんかあれ池袋本町小学校っていうのができてて、最近僕知らなかったんですけどね、公立の小学校が、小中がまだ僕の金を使って、また僕の稼いだ金で小学校と中学校、公立の中学校を作って超綺麗になってます。どこかのこうなんか施設みたいな、芸術劇場みたいな綺麗な小学校が建ってまして、また僕のお金を使ったなって、使われたなって。まあ僕も結婚して子供がもしできたら、もう諦めて公立に入れようかなと思って、もう慶応とか立教とか、もうひどい争いを、ひどい印象を与えてしまって、入れてくれないかもしれないって、あるいは逆に入れてくれるかもしれないって、ね、もうなんか先生方に嫌われたかもしれない、もう入れないかもしれないって、ね、なんかパックンマックのパトリックさんがの子供がこうなんかシートに行けなかったみたいな、武田軍団はことごとく潰されるんじゃないかな、私、武田軍団はことごとく 大学付属に嫌われるんじゃないかと思って心配しますけどね。蓮舫さんは幼稚園から青山だったって。で、公立の小学校が超綺麗になってて、でまあ驚いたんですけど、その近くに田村院っていうのがあって、そのまあなんか紹介してくれたんですよね、あそこの長寿医療センターです。なんか九州のなんか宮崎弁みたいなの喋ってましたけど、あの先生がなんか宮崎医師って言ったんですけどね、長寿の関係あるんでしょうかね。